お風呂の映画ができました。あっさー、日本全国お風呂好きの皆様、お待たせしました。送り人の小山君堂が送る湯の道を極める映画、湯道。銭湯を畳もうとする兄、守ろうとする弟、看板娘の奮闘劇。はい、ここポイント、お客さんが超豪華、癖の強い奴らが人生背負って大集結。入るんですか？ダメですか？みんな持ってるお風呂のマイルール。人に見られていない時こそ本当の自分が試されるのです。寒い。源泉かけ流し至上主義者、循環させたお湯に浸かるほど暇じゃないんでね。今日奥さんは通夜だったんだ。当たり前の幸せってさ、失って初めて気がつくんだよね。唯一無二のお風呂エントリー。あ、ほら涙がポロリ。あ、そうなの。お父さん許さー。いつまで入ってんのよ。あ、湯道風呂最高。